僕なんかこの1分30秒で分かると思います。フリースタイルというカテゴリー、こちらのスケートボードのコンテスト、プロライダーによる滑走が始まります。皆さん大きな拍手をください。それではインフォメーションします。今ですね、僕は彼と長年付き合いがあるんですが、過去最低でしたね。はっきり言いますけど、すごかったんですよ、本当は。ただね、ちょっとね、音調整しましょうか。音の方が、皆さんはね、次の選手に見ていただきたいと思うんですがね、トモ、小山プロ、トモに、もうちょっと待てるかな。ちょっと音を割れちゃってね。これもしかしたらですね、各ライダーが持ってきてもらった、音の方をですね、CD のちょっと状況によっては今のような形になってしまうかもしれないです。ライダーの方は、しょうがないですね、ご了承ください。それでは、続いての選手、今夜のほぼプロ、24歳若手ですね。そしてなんと、実は今戦った、鈴木プロとはですね、スケートボードのブランドが同じです。チームメイトということですね。先輩後輩の実は戦いとなっています。個人的には、私個人的にはですね、ぜひ今夜のとも勝っていただければと思います。では行きたいと思います。今夜のとも1分30秒スタートです。よかった、ちょっとバランス崩しましたね。テクニカルな部分では
ストトリックもしくはラスト2トリックか声のこの栃木出身現在は神奈川横浜選手どうしたら5秒前4321MC からですね過去最低得点を伝えられてしまいました鈴木重和鈴木彼の力は1歩目を見ていただいた皆さん彼の力はあんなものではございませんびっくりさせたいて頑張っていただければと思いますで鈴木プロちょっと高めです今こちらのです東京の方をチェックしているんですがそのままスタートしても大丈夫ですか OK ですそれでは行きたいと思います何でも笑っても1回戦鈴木シーカーズのちょっと待った方がいいかな大丈夫ですかはいそして2012年全日本選手権で優勝と非常に素晴らしい成績の持ち主です。それでは行きましょう。鈴木重和プロラストとなります。さあ。Come on!
今じゃあ違います。